通路はコンテナの向こうだな。隙間通ってくぞ。せめえ。大丈夫？一番マコーロでもさっきみたいな大きな機械と戦った？おお、サソリみてえなやつとかな。さっきのは、さっきの例えるなら何だ？例えなくていい。情報通りだ。これで降りるぞ。この先はちっとばかし面倒だぜ。今さら。ここを抜けりゃ5番マゴールだ。思ってたより大変そう。まあなんとかなるだろう。あれが5番マゴールの柱だ。道順はプラン E の次は FGH ってな。続きがあったのか。F はこの区画の名前。G を抜けて H まで向かう。 H にあるリフトでマコーロの近くまで行けるの。フィックスもその先で待ってるはず。もう日が傾き始めてるね。うん、行くぞ。シンラに泡を吹かせてやる。うん、うん。黙って進め。下見なければ敵だ。あんな冷てえのか。扉の先が G か。これで開くかな。ダメ？電力が来てない。あそこは電気ついてるぜ。制御室か。行ってみよう。あの扉使ってないのかな。てかこの通路自体使ってるやつがいるとは思えねえ。これじゃ点検もできないよね。どうして生きてるか。動くかな。電力供給が不足しています。ダメだな。ねえ、これ電力不足時の対処法だって。ライトを消せば非常用電力を確保。ライトってもしかしてスラムの太陽？スラムを照らすライトのことをそう呼んでるの。そいつを消せば扉が開くってわけか。でも太陽が消えたら困るよね、4番街の人たち。マコーロをぶっ壊したら
どっちにしたって気。そうだったね。戻るぞ。スラムの太陽のせいで電力不足なのかな。さあな。電気をサボってるだけじゃねえか。明るいのは便利だけど、たくさんの光を消費してるの。あった。こうして見ると大きいね。スイッチははしごの上か。結構高えな。俺が行こう。うん、下で待ってるね。ゲートの再起動を開始します。よっしゃ、うまくいったな。うん、ありがとう、クラウド。これで G までは達成だな。あとは魔鋼炉を目印に。この眉、やつらの巣穴へようこそって感じが。こりゃちっ、どこまで腐ってやがんだこのピザは。よ、マテリアにキー取られてたろ。すぐそこなのに。さっきの通路もダメか。ま、どっかは繋がってんだろ。地道に探すしかないね。あのマテリアの入手経路もな。それ絵本のセリフだよね。おう、マリーが気に入っててよ。
真似してやると喜ぶんだ。人生は終わりのない迷路だぜ、でしょ？私も覚えちゃった。一度確認しない？今どの辺だこれや。私たちの目指す魔航路は H の先。ああ、でもここまでは H につながってる道なかったよね。ま、歩き回ってりゃそのうち。あんた一人でやってくれ。他につながってそうな場所ってなると、壁沿いか。ダメ元で行ってみない？目的地があると気も紛れるし。うん、悪くない案だ。あのでけえ扇風機が目印か。確かにあれ見てある。あれって換気ファンかな。吹き飛ばしてもガスが消えてなくなるわけじゃねえ。ヤバいもんは全部スラムに垂れ流しよう。そこで見て。マジでするんじゃねえ。見て、あのパイプの上登れるかも。伝っていけそうだな。マジか。怖くね、怖くね、怖くねえよ、怖くね、怖くね、怖くね、ああ怖くね、怖くね、怖え。なんかすげえファンの音が。おじけづいたか。誰がてめえの細っこい体が吹き飛ばされねえかってこっちゃ。もう急いでる。おう、ついてこい。いい風吹いてんな。全然よくない。よそ見ダメだから。おう、あのファンの中、なんだろう。あれは、あ、バカ野郎、よそ見しちまったじゃねえか。なんとか渡り切ったね。寿命縮んだぜ。あ、ほんのちょっとだけな。2秒だ、2秒。もう目の前が H。 足元気をつけて。あれが目的のリフトか。メインリフト、うん、確かそう言ってた。間違いねえ、こいつがビックスの言ってたメインリフトだ。あいつもこの先で待ってるぜ。電力供給が不足しています。またかよ。ライト3つ分必要だな。そんなに？この辺りの全部ってこと？こうなりゃ片っ端だ。迷ったらここに戻ってこよう。
H1 の番号が目印。ああ。こっから一番近いライトっつうと。あれだな。暗いスラムを見守る明かりは未来までも照らす道しるべであり太陽なのです。なんだそれ。電力供給が不足して、まずはライトを消さないとだね。け神羅に照らされる未来なんざ真っ暗に決まってれ。あんたは下がれ。てめえだけ目立とうってか。ここで仕掛ける。まだまだ終わりだ。狙うぜ。フォローを頼む。私には任せない。ここで決めよう。当然の結果だ。先が思いやられるな。復旧したのは警備兵器だけじゃない。通路が動かせるんだ。おお、ぴったりじゃねえか。こまめに確認しないと分かんなくなっちゃうね。バカみてえにでかくて助かるぜ。やらくせえ。そうだ、生のつもりだ。はあ、ぶっぱら。任せ。いけんだろ。ここからだ。知らん。一気に叩き込む。こちらだ。ここまで。備えろ。頼んだ。よろしくね。俺が出る。じゃあ行くよ。頼られちゃうな。そっちか。けっ。ババよ。このまま続けんぞ。どうだ。ざっとこんなもんだ。下は4番街スラムか。え、興味ある？今度案内しよっか。少しは心配しろよ。
消しちゃったね、太陽。太陽なんて本物が一つあれば十分だ。神羅に作れんのは偽物だけよ。隙をつく。気負いすぎるか。頑張るね。何してんだおい。集中していく。しまった。はい。しっかり。この。行く。油断したな。よし、やっちゃおう。気をつけてね。ひゅ。え、いけない。止めろ。撃てろ。いくよ。決めてやれ。終わらせよう。覚悟はいいか。ぶっ飛ぶぜ。やあ、このままよ。邪魔見やがれ。どうだ。召喚マテリアル。綺麗。どんな奴が飛び出すんだおい。さあな。回り道しちゃったね。ここには仲間の目印もないしな。
ジェシーとウェッジがいないのもいて、うん、二人のことビックスになんて言おう、きっと心配するよね。ライトまでの架け橋しっかりつなげろよ。足止めのつもりか。あんたは下がれ。切り替えよう。一気に叩き込む。はじき。繋いでいくぞ。ここが勝負どこ。逃がさねえぜ。受け止め。次もこの調子。治療だ。そうだね。クラウドはウェッジの分お願い。ビッグスとの合流場所はマコロへ続く通路の中だ。暇つぶしのプラン A から Z まであるって言ってた。 G くらいまでには着くようにしねえとな。H1 まで戻ろ。思い切り行け。言われなくとも覚悟はいいか。行け。そっちは任せる。行くよ。ここは慎重に。俺の見せ場だ。くらいな。おしまい。逃がさねえぞ。突き崩す。気負いすぎるか。切り抜けてみせる。一旦下がるね。頼られちゃうな。上派手に行ってくれ。期待してるぜ。当たる。はい。
首を洗って待ってろよ、マコール。非常用電力の供再起動完了。リフトに搭乗してきた。あばよ、鉄くずめろ。いよいよマコーロか。暗くていいくせ、星の命が削られる場所だ。中は魔法の匂いが鼻につくぞ。覚悟しとけ。うん。見ろ、マコーロが呼んでるぜ。早く来い、早く来いってな。待ってました。どうだ、こっちだ。はぁ、あばよ。はぁ、こんなもんよ。こらがわ、こんなもんよ。気合い入れてけ。俺が出る。シンラの手の内だ。監視はされていただろう。気づいてたなら言ってよ。言ったらやめてたか。最初からギリギリの綱渡りだ。渡り切るしかねえ。力ずくでも得意そうだ。どうでしょう。
ティファ。うん、いよいよだなって思ってたより緊張してたみたい。こればっかりは俺もなれねえ。てかクラウド、ジェシーとウェッジはどんな感じだ。犯人グループが列車から飛び降りたって上は大騒ぎ。おかげでここは静かでな、マコーロへのルートはささっと確保済みよ。ヘイヘイヘイビーグ。あとの二人は。ジェシーがね、怪我をしちゃって。ひどいのか。口数は減ってね、大丈夫だ。世話になるな。仕事だ。4番街へ行きに乗って正解だったな。警備は4番に集中してる。でもこっちの本命は5番。ちょっと複雑だが、この奥はもうマコーロの中だ。狭っちい穴ぼこだぜ。文句言うなよ。こっちは補給物資とワイヤーリール。調子はこれ以上ねえってくらい上々よ。みんなのことお願い。おうよ。よし、俺たちもワイヤーの装備だ。落とさねえようにしっかりくくりつけとけよ。作戦が終わったらこいつで一気に下まで降りる。生きて帰んぞ。当然だ。調整しろ。プレジデント、ネクタイ確認します。急げ急げ。一番と同じようなもんだろ。ああ、魔鋼だまりが近い。行こうぜ。物が出てきたらひとたまりもなさそうだな。このクラスの機動兵は巨大モンスター用だ。最新兵だろうな。もし俺たちの前に現れたらその時は逃げた方がいい。ああ、お年々の時間で助かったぜ。静かすぎない？死んだだろ。
よ。恐れをなして逃げちまったのかよ。やめて。ここはそんなもんかよ。消えろ。確実に。しろ。ティファ。ん？タイマーは何分だ？何分でもいいぜ。今回はリモートスイッチ式だ。ジェシーが作ってくれたの。
安全圏まで離れてからポチドッカーン安全圏ねえか、飲もう、うん、脱出ポイントは正面口だ。北道戻るぞ。タイミングが良すぎる。もしかして監視されてる？薄汚いネズミども、よく来たな。戦意先導広報作戦を指揮するシンナカンパニー治安維持部門統括ハイデッカーだ。軍の大将が喜ぶない。貴様らの悪行はミッドガル中に放送されているぞ。何これ？5番マコーロ前からの中継です。シンナカンパニーはマコーロの爆破予告を分析し、爆破の対象を5番と特定。施設内にて実行犯を発見し、現在追跡及び爆発物の探索に当たっています。続いて各地の反応です。はい、こちら5番街スラムです。爆破対象の特定報告を受けて、シンラカンパニー危機対策本部からの避難勧告が通達されました。一番マコール爆破事件に続く連続爆破実行犯の非道な犯行に避難の声が巻き起こっています。プレジデントシンラは市民の暮らしを侵す脅威を断固排除すると宣言しています。さあ、不満を溜め込んだ市民にとびきりの娯楽を提供してもらおう。クライマックス。デカブツ、我が社の誇る最新鋭の大型機動兵エアバスターによる東海制裁だ。整備班から報告です。エアバスターの整備進捗は現在 60% 想定より遅延しています。撮影中だ。艦内の警備担当に通達、侵入者を速やかに捕獲しブリッジに連行しろ。おとなしくしろ。このままじゃシンラの思うつぼってことだよね。やつら好きなようにニュースを捏造するぞ。悔しい。いや、そうはいくかよ。おう、公開制裁って言うなら、あのデカブツぶっ壊して神羅に赤っ端書かせてやろうぜ。ああ、悪くない。速やかに侵入者を捕獲し、ブリッジへ連行しろ。繰り返す。速やかに侵入者を捕獲し、ブリッジへ連行しろ。ハイデッカー動作より通達。速やかに侵入者を捕獲し、ブリッジへ連行しろ。繰り返す。速やかに侵入者を捕獲し、ブリッジへ連行しろ。さっさと運び込め。ハイデッカー動作がお待ちかねだ。積み込み完了。B8 フロア発送開始。整備班了解。侵入者だ。革命。やってる。狙い撃った。調べるぞ。バレットクラウド、これ見て。あのロボットの部品をリフトで運んでるみたいね。
邪魔してやろう。整備不良に持ち込めるかもな。賞賛あり。操作盤を確認してみよう。操作盤ってのはあれか。リフト動かせそうか。カードキーがいる。探せ探せ。見つかったの？ああ。よっしゃ、操作盤をいじくろう。M ユニットって書いてある。ああ、マテリア溶液を使った今日。邪魔できそうか。リフトの行き先を廃棄に切り替える。悔しがる顔が見えるぜ。うまくいったね。よし、次行くぞ。私たち今も見られているんだよね。ああ、撮影中だろうな。今さらどうしようもねえ。せいぜいいい顔しようぜ。ソルジャーだ。ソルジャーは死ぬまでソルジャーだ。まあ役に立たなくなる者も多いな。ソルジャーのシーンで最も多いものは劣化による自己崩壊。データは非公開だが、ソルジャーならみんな知っている。もちろんだ。こっちは無視かよ。君の話はダラダラと長い。そんな予感がしてね。てめえらの悪行数え上げたらいくら時間があっても足りねえ。足りないと嘆くものほど浪費する。そう、それよ。浪費について話そうじゃないか。魔鋼の正体はライフストリーム。ライフストリームは星を流れる血。その血をシンナが吸い上げ浪費してる。このまま続けたら星はどうなる。はあ、吸い上げているのは確かに我々だ。だが浪費しているのは誰だろうな。魔鋼の本質など誰もが知っている。それでいて見て見るふりをしている。そう考えたことは。んなわけあるか。仮にそうだとしてもてめえらの洗脳だ。そんな魔法は使えんよ。さて、スラムの道化師諸君、君たちは今から敵国部隊の手先だ。市民の戦意を盛大に燃やしてくれ。部隊だと？なんだそれ。ネズミどもには理解していくまい。何してやがる。これは貴様らの作戦ではない。我々が入念に計画した戦意先導広報作戦なのだ。よって爆破のタイミングも。あ、シンラが決める。てめえ。さあ
ショーの始まりだ。ミッドワル全市民の敵アバランチ、ブルタイとの共謀による罪状は明らか。貴様らを即刻粛清する。Thank you.
撃たれろ。おう、引っ込んどけ。よし、やっちゃおう。待ってました。どんなもんよ。今だ、たまりかけるぞ。逃がさねえぞ。邪魔だ。無駄じゃ済まないか。こっちだ。行きだ。爆発するぞ。俺はいいから、ティファを。いろいろ悪かったな。これで終わりみたいな言い方をするな。クラード、行くぞ。